いつ運行が再開されるかわからないっていうし、このまま空港で待つしかないかな。拒否されたことがそんなにショックだったのかな。男のくせにだらしないわね。酒は飲むものであって飲まれるものじゃないのに。底なしの知らねえと一緒にされてもね。失礼ね。底なしっていうのはアイナみたいな女を言うのよ。あの女いくら飲んでも顔色変わらずに平然としてるしね。私みたいに気持ちよく酔っ払う酒飲みと一緒にしないでちょうだい。よく言うわよ。いくら酔っても潰れずにひたすら周囲を巻き込むくせに。セラさんがザルとしたらアイナさんはタガって感じかな。どちらも底なしには違いないと思いますけど。ここは目覚めたみたいですね。飲みすぎは体に良くないですよ。頭がズキズキしやがる。ってなんだ、新米遊撃士どもじゃねえか。おいおい、なんで俺がロレントなんかにいるんだ。確かボースまで歩いて。何寝ぼけてんのよ。私たちもボースに来たの。ああ、まったく驚かせやがるぜ。おっと、これまた色っぽい姉ちゃんと一緒だな。はじめまして、記者さん。シェラザード・ハーベイよ。この子たちの先輩に当たるわ。シェラザード？おい、もしかして銀線のシェラザードか。あら、光栄ね。私の名前を知っているの？うん、噂くらいだがな。若手遊撃士の中じゃ一二を争うらしいじゃねえか。となるとお前さんたちも例の事件を調べに来たわけだな。まあね。そっちは何か情報集まった？市長さん家の前で見かけたけど、なんだか困ってたみたいじゃない。あれを見られてたのか。ああ、そうだよ。ネタがなくて困ってたところさ。ああ、やっぱり。何せ軍による情報規制のせいで事故かどうかもわからない状況なんだ。
直接モルガン将軍に会いにハーケン門に行こうとしたら検問に引っかかるし、ならせめて噂の美人市長にインタビューしようと思ったらメイドから門前払いを食らうし、おまけにあのドンチキ娘は断るごとにヘマをしでかすし、おーエイドスよ、俺が何をしたって言うんですか。追い詰められているわね。そんなに情報が知りたければ教えてあげないでもないけど。え？私たちメーベル市長に協力する形で事件を調べてるの。市長さんの紹介があったから一応モルガン将軍にも会ったわよ。マジで？うん、マジで。うわー、これぞ女神の助けだぜ。どうか頼む、その話俺にも教えてくれ。それはナイアルさん、こういう時のルールを忘れていませんか。情報はタダじゃないってこと、代価が必要だって言ってるわけ。ミラを取るつもりかよ。自慢じゃねえが、取材費なんざとっくに使い切っちまったんだ。情報屋じゃないんですから、ミラを取ったりしませんよ。ナイアルさんは事件直後に防水入りしていましたよね。いろいろと面白そうな話を耳にしているんじゃないですか。ちっ、おとなしそうな顔してなかなか食えない構造だぜ。言っておくが、こっちのネタはそれほど大したもんじゃねえぞ。事件に関係あることだったらどんな些細な情報でも構いません。ただし出し惜しみはやめてくださいね。わかった、わかりましたよ。こちらが出せるネタは2つある、そいつで手を打ってくれ。決まりですね。ヨシはノリノリだわ。こういう駆け引きはなかなか似ているみたいね。最初のネタは西の方にあるラベンヌ村での目撃情報でな、ちょうどボースを訪れていた村人から聞いた話なんだが、事件があった夜、空飛ぶ大きな影がある村人によって目撃されたらしいんだ。空飛ぶ大きな影？それって…ああ、例の定期船だって誰が聞いたって思うだろう。だが実際軍の部隊が行っても何も見つけられなかったらしい。なんだ、期待して損しちゃった。つまり単なる見間違い？だから言っただろうが、大したネタじゃないって。こんなネタでも情報規制課じゃ集めるのに苦労したんだからな。ご苦労様です。それでもう一つのネタは？もう一つは軍の情報部が動き始めているらしいってことだ。情報部？噂は聞いたことがあるわね。最近王国軍に新設されたばかりの情報収集分析を行う集団だって。ああ、王室親衛隊と並ぶほどのエリート組織だって触れ込みだぜ。司令を任されているリシャール大佐という人物がこれまた切れ者っていう噂でな、今回の事件も彼にかかったら解決確実と囁かれているらしい。ふーん。でも私たちの捜査には役に立たない情報のような。悪かったな、役に立たなくて。
だが約束は約束だ。お前たちも喋ってもらうからな。ええ、それはご心配なく。空賊団カプア一家、王家と飛行船公社に身代金要求。それだ、そういう決定的なネタが死ぬほど欲しかったんだよ。気に入ってもらえましたか？おうよ、これで記事が書けるってもんだ。こうしちゃいられねえ、ドロシーのやつを見つけないと。それじゃあまたな。すっごい勢い。よっぽどネタに困って追い詰められてたんだろうね。協力できてよかったよ。よく言うわね、ノリノリで交渉してたくせに。まったく人が悪いんだから。心外だな。ギブアンドテイクを前提にしたネゴシエーションってやつさ。一理あるわね。私たちが相手にするのは真っ当な善人ばかりじゃない。癖のある相手との交渉ではしたたかさも必要になってくるわ。私には向いてないような気がする。あ、それよりもさ、空飛ぶ大きな影の話、なんだか気にならなかった？ラベンヌ村の目撃情報だね。軍の調査が入ったってことは何もない可能性が高いと思うけど。でもその調査が完璧とは限らないじゃない？モルガン将軍じゃないけど、軍人って頭固そうだから見落としてることもありそうだし。確かにダメ元で調べてみる価値はあるかもしれないね。あんたたちもいろいろ身についてきたじゃない。そういうことなら早速ラベンヌ村に行ってみるとしますか。
皆さん、どうです？調査の方は進んでいらっしゃいますか？正直なところ、情報が少なすぎて困ってるの。でもいくつか手がかりを見つけたわ。手がかりと呼ぶにはあまりに頼りない情報ですが、まずはラベンヌ村に行ってみようと思います。ラベンヌ村ですか。軍が調査済みと聞きましたが、手がかりが他にない今、確かに再調査する価値はありますわね。なるほど、よろしくお願いいたしますわ。Thank you.
嬢様はご自分が忙しいほど生き生きとするタイプなのです。あのあたりはお父様の血を引いていらっしゃるのでしょうね。でも私としてはお嬢様の体調が心配です。Thank you.
Thank you.